こんにちは、速稼塾の久保です。今日のタイトルはもうチケット転売やめてくれというような形ですけども、まあ私はチケット転売を誰がされてもチケットを買うことがないんで、売ることも当然ないですしね、まあどっちでもいいんですけども、これよくあるんですよね。私広島なんでカープの時もよくあるんですけど、チケットをね転売する人がいて値段が上がっちゃうと。確かにそうなんですよね。チケット転売されると本来の値段では買えませんよね。本来の値段が5000円とか1万円だと思いますけども、じゃあねチケット転売する人って5000円で買ったのを例えばね10万円とか20万円で売ってむちゃくちゃ儲けてるのかって言ったら、実はそうでもないんですよ。というのがコストがかかるんで、その入手するのにね、どこで入手すればいいのか、どんな人とつながっていなければならないのか、例えばチケットを優先的に売ってくれる人との関係を作るために、もう何年も前から飲み会行ったりとか仲良くしたりとかっていうコスト、時間的なコストとかね、情報的な人脈的なコストをすごい使ってるのかもしれないです。でも気持ちわかります。おはようございます、上村さん。もうチケットの転売して値段釣り上げて、本当にそのチケットが欲しい人、例えばカープならカープが好きな人がいけないじゃないかって意見がありますけども、いや本当に好きなんだったらチケット手に入れられるでしょうっていうこともね、納得できるんですよ。というのがチケットの転売する人って別にカープが好きなわけでも何でもないんですよ。転売するのが仕事だからやってるんですよね、利益を取るのが。でそういう中で一番好き、カープが好きっていうレベルで言ったら多分カープファンの方が強いはずなんですけども、じゃあ好きならチケット争奪戦で負けちゃダメかなとも思えるんですけどね。もちろんチケットの転売が禁じられてるところもあるんで、そこにフォーカスすれば転売は私も良くないと思います。ダフ屋行為と言いますかね、ダメだと思うんですけども、まあ、仮にですね、いやいや自分はねチケットを買いに行くルートも知らないし手間もかけられないんで、30万なら30万で売ってんだったら買うよ、そのぐらいカープ好きだからっていう人がいれば、その人のところに結局チケットが売れて、でチケットの相場っていうのが自動的に決まると思うんですよね。でプラスですね、チケットの転売屋さんって先に買ってるわけですから、売れなければ大在庫になるわけですよ、損するわけですよ。そのリスクを最初に背負ってるわけですから、やっぱ値段も高めになるのかなと思います。何が言いたいかっていうと、チケット転売屋さんに怒りをね感じる部分も分かるんですけども、怒りを感じてチケット転売屋消えてしまえってやると敵対した関係になるんですよね。だったら私は思うんですけども、チケットの転売屋さんからチケットを買って仲良くなって、どうやってそのチケット手に入れるのっていう風になんかね教えてくれるような関係を作ればいいんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね、ダメですかねやっぱどんな人も仲良くなると教えてくれますしね、でそうなったらなんか全員がいい人になると思うんですよ。いちいち腹立て敵対する関係をすれば永遠にその相場ってのはそこで落ち着いちゃうんで、さすがにチケットの転売屋さんもね、なんかギャングじゃないわけですから、本当にそれで必死で暮らしてるわけなんで、でチケットの転売屋さんと仲良くなって何回も買ってあげることによって、常連さんだからこの人ちょっと安くしようかなっていう気持ちに絶対人は触れますし、チケットを買い取るときに例えば仲良くなるね、コミュニケーションスキル、伝える力があったら、もういいよと、でチケットの買い方ね教えてあげるから人に言っちゃダメよみたいな感じでよくなるんじゃないかなと思うんですよ。まあ私はですね、持ち前のコミュニケーションスキルを生かしてどんな転売屋さんとも仲良くなって仲間みたいになってですね、でもう久保さんだったらいいよと、もう商売抜きでこれ使ってよっていう風な関係を作りますね。まあそういう風なね、人たらし術で私も今まで成り立ってるようなもんですから、皆さんもそういう風な考え方をぐるっと変えてみたらいいんじゃないかなと思いますよね。で、なんて言いますかね、結果的にそのチケットの転売っていうのは一方的に責められないところがあるのは仕方がないんですよ。そう、30万でも買うお客さんがいるからそうなるんですよね。だからもともとね、チケットを販売する元売りの方が最初からチケットを、例えばね、カープのチケットだったら50万で売ればいいんですよ。50万ですよーってだと思うんですよ、ゆっこさん。コミュニケーションスキル、要するにお互いを思いやる気持ちがあれば結構勝っていけるのかな。いちいち怒っていたら自分主導になって、自分の気持ちなんですよ、怒りっていうのは。でも相手の気持ちに対して怒るのか、相手の気持ちに対して、同調していくのかだけで未来はどんどん変わってきますからね。だから怒りに対して怒りを返さない、ナイフに対してナイフを向けないってことですかね。少々最初は傷つくと思うんですよ、自分がね。でもその傷つきという、そういう経費がですね、後々の大きな友好関係とか利益を生むと思いますので、やっぱり、ね、損して得取れって言いますけども、チケットの転売だって損して得取れだと思いますよ。
カープの試合見に行きたいなって思うんだったら30万でも30万で買ってあげてですね、まずは損しますよ。損するんだけども後々いつも同じ人からその値段で買うとですね、さすがにですね常連さんには優しくなるんじゃないかなと思いますけど、こんな考えはちょっと無理ですかね。わかんないです。私ならでもそれ挑戦してみますね。いつまでも怒っててもしょうがないんで。でさっきの話ですけども、元売りが50万とかで売って、でそのチケットを使う日ね、カープだったらカープの試合が近づくにつれて毎日1万ずつ値段落としていけばいいと思うんですよ。だから2ヶ月前は60万で1日ごとに1万円ずつ落ちていくと、一番いいところで無理ない値段でいい席だなっていうバランスの取れたところでどん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 売れていくんで、で当日は3000円とかで今度は値下げしてもいいじゃないですか。そういうのはダメですかね。なんかね、市場原理に沿った販売でもいいのかなと思うんですけども、今日はねそんなことをちょっと思いついちゃったんで放送してみました。つまんない放送ですいませんでした。私はカープも見に行かないですしね、チケット全く買わないんで、チケットが欲しいとかチケット売りたいって人の気持ちはちょっとよくわかんないですね。まあなんかいろいろあってこの地球が回ってるのかなと思いますよね。ある人に言わせれば電車賃140円が高いとも言えますし、ペットボトルのジュース150円が高いとも言えますしね、それは感じ方、価値の感じ方、価格の感じ方は皆さん違うんじゃないかなと思いながら、できれば私だって全部無料の方がいいですからね。全部無料だったらこんなにいいことはないんですけども、現実そうじゃないですし、現実そうじゃないんで、まあ行くばっかのねお金はやり取りされるのかなと思います。あ、以上です。ちょっとお茶を飲みます。じゃあ皆さんまた会いましょう。